そしてアメリカも紹介いたしましょう。ブラディ・ジョンソンです。この選手もジャンプ系が得意ですから、多分平均台の中には素晴らしいジャンプが入っているということでしょう。アメリカのエースで、まあ、今年の全米選手権には2位以下の2位に2点以上の最高をつけて優勝しているという強い選手です、はい、ちょっとこれはオフフィニッシュですね。飛行点飛び連続から後方伸身中台ですね。あのボギンスカヤが落下した、そうですね、同じボギンスカヤ選手は中外量2回、はいはい、この場での今もう1回後方伸身中台ですね。あ、前方中台で接して入りますね。やはり今まで見た上位の選手と比べますと、やはり平均台の安定さという点で、やっぱり一つ技が終わるたびにちょっとしたぐらつきがあるんですね。確かにそうですね、ソビエトの選手と比較しますとそうですね。そうですね、ですね、この週末フィニッシュもやはり2本動いてますからね。そういうところを言いますと、技術的なものはそんなに変わらないんですけれども、その結局はあとは安定性とかそういうものがやっぱり競っているわけですね。ここが先ほどの後転跳び連続から後方伸身中台、この前の足でしっかり支えなきゃいけないんですけれども、はあ、その足上げてしまってますからね。 9.762 という、はい、ブラディ・ジョンソン。